1945年アメリカ軍作成の広島市地図。平気死傷前ステーションと被服死傷前ステーションが確認できる。前者については、駅の位置が状態外駅廃止時の位置とは異なっている。広島陸軍被服師傷の旧施設。初代駅の近隣に立地していた。状態外駅は、かつて、広島県広島市。 弟子尾町に所在していた日本国有鉄道宇治那線の旅客駅である。この項目では、同駅の前身である七三駅、この駅の新設により廃止された初代上大川駅及び先行する七三間移転車場についても扱う。第二次世界大戦前、宇治那線の営業を委託されていた芸美鉄道により、 現在の広島大学霞キャンパス正門付近に開業された七三駅がその後国鉄への移管を経て戦時中の燃料事情により休業していたものを戦後になり状態が駅と解消し新たに開業したものである駅の乗降客の多くは戦前においては駅前に所在した広島陸軍兵器師匠の職員従業員戦後においては 平気師匠跡地に移転した広島県庁をはじめとする観光庁の職員及び広島大学医学部付属病院をはじめとする近隣の学校に通勤、通学する教職員、学生、生徒であった。広島駅からの所要時間は1960年代後半には8から9分。1972年の宇治那線の 旅客営業全面廃止に伴い廃止された後、2012年時点で、駅施設、線路などは完全に撤去されており、駅の跡地を示すモニュメントも設置されていない。旧国鉄宇品線には、所在地の異なる二つの状態外駅が異なる時期に存在しており、便宜上、本項目では、開業順に状態外駅及び状態外駅と表記する。 1903年1月、当時宇治線を管轄していた山陽鉄道は、広島駅から 2.9km 上大外駅から 0.5km の位置に、七三間位停車場を開業した。同停車場は、宇治丹那と共に、山陽鉄道により宇治線に設置された停車場の一つであり、自駅の丹那間位停車場との駅間距離は 1.1km であった。 同停車場からは隣接する、広島陸軍被服支障への支線が設置され、同所の発着荷物の取り扱いが行われた。山陽鉄道国有化を経た1919 19年8月、広島宇品間の旅客営業廃止により、七三停車場は廃止となった。初代駅は、1930年12月の、ゲイ鉄道による、ガソリンカーでの一般旅客営業開始に伴い、 新設、開業された4駅の一つであり。開業時の名称は、被服師章前停留場で、広島駅からの距離は2 7トル。この時点での全駅の東段原駅、次駅の丹な駅とは、それぞれ 1.3km、1 1トルの距離があった。ついで1937年7月、芸イ鉄道の国有化に伴い、近隣の地名にちなんで、 状態外駅と解消された。戦時下、ガソリンカー運転休止に伴い宇治那線は、全駅の七三駅を含め四駅が、営業休止となったにもかかわらず、初代駅は存続した。しかし戦後の1947年3月になって、廃止され、代わりに、それまで休業していた七三駅が、状態外駅に解消され営業が再開されることとなった。 二代目駅の前身となる七三駅は1932年9月に、芸美鉄道により、平気支障前停留場として開業し、広島駅からの距離は 2.4km。この時点の全駅の南段原駅、次駅の上大河駅とは、それぞれ 0.6km、0.3km の距離があった。その後1937年7月、この駅は、 警備鉄道国有化に伴い近隣の七山にちなみ、七山駅と解消されたが、第二次世界大戦中、ガソリン不足により、ガソリンカーが運転休止となったため、1943年10月に、一旦営業休止となった。戦後、陸軍兵器補給省の廃止に伴い、また原爆投下で壊滅していた広島県庁舎が1946年8月に、 同跡地に移転したのをはじめとして、広島財務局、税務公衆省広島市省、国家警察中国管区本部及び、広島県本部、広島地方警察学校、内務省中国四国土木出張所、広島労働基準局、広島地方経済安定局などの観光庁、広島県農業会などの民間団体が、同地に移転、入居した。これにより休業していた。 七三駅の営業再開の需要が高まり、戦術の通り1947年3月、状態が駅と解消した上で新たに開業した。戦後の駅の利用者は、戦術の県庁、観光庁職員のほか、近隣に所在する学校に通勤、通学する教職員、学生、生徒が大半であり、沿線の住民は、市内中心部に直通する、 バス路線を利用していたため、宇治那線の利用者は限定されており、また上大外機以南の区間になると、乗客も激減する状況であった。このため、1956年4月に、広島県庁舎、広島県議会議事堂が、現在地の元町に移転し、さらに上八丁堀に合同庁舎1号館が、完成して観光庁が次々に、 霞地区から転出すると状態外駅の利用者数は減少に向かい、また1966年には、駅の南に新広島バイパスが開通し宇品線との平面交差の弊害が予想されたこともあって、国鉄内部では最悪の赤字路線の一つに、転落した宇品線の廃止論議が高まった。しかし、 公共機関の転出と入れ替わりに1957年2月には、広島大学医学部、付属病院が、同跡地に移転していたため通学者にとってこの駅の、需要は大きく、また通学のための代替交通手段を確保する目処も、立たなかったため、1966年12月には、状態がうじな間の一般旅客業務を廃止して、貨物専用線とし、広島、 状態が間に平日4往復の通勤通学定期客専用列車を運行させ、状態が駅で折り返し運転を行うこととなった。これにより、状態が駅より、先の駅は廃止となり、状態が駅の発着時刻も、市販の時刻表には記載されなくなった。そして1972年4月、宇品線の旅客営業全面廃止に伴って、この駅は廃止となった。 七三間移転車場を対外駅七三駅上大外駅七三間移転車場は宇品線のルート及び駅間距離より現在の弟子を三丁目9番交差点の南側現在の合同宿舎弟子を住宅付近に所在していたと推定されるこれに対し初代上大外駅は現在の道交差点の北側に位置していたと推定され両駅の西側に 広島陸軍被服師匠が立地していた。ホームの構造については、他の宇品線の多くの駅と同様、一面一線の短式片面構造だったと考えられるが、ホーム、駅舎の位置など詳細は不明である。二代名駅は、戦前においては広島陸軍兵器師匠、戦後においては広島大学霞キャンパスの正門右脇に位置しており、駅の北側には、 踏切が設けられていた。戦後期の駅の構造は、ホームと線路の西側に水路を隔てて、駅前の小広場と改札口を備えた2階建ての駅舎が立地していた。ホームは行き違い設備のない一面一線の短式片面構造で線路の西側にあり、平気支障の南西側の壁に接していたが、その敷地も同施設から借用したものであり、 乗降客数に比して、極めて狭いな作りであった。このため、1966年の一般旅客業務の、廃止工場対外駅での折り返し運転に際して、単線駅であるため全部の機関車を後部に付け替えることができず、旅客列車は、客車の前後に、機関車を付けた、相当列車で運転された。また、1966年以後それまでの駅車は、 撤去され、1972年の廃止時には、ホーム以外の駅施設は、駅員の控え所程度のものを残すのみになっていた。二代目駅の設置時点のもの。廃止時のもの。状態外駅の廃止後、宇品線は、宇品4社協定線として、広島、宇品間を1日早朝1往復の貨物列車が、通過するのみとなり、日中の列車の往来がなくなったため、 かつての駅構内の線路は、近隣住民により、通路や遊び場などとして使用されるようになった。ホームなどの施設も1980年代まで、撤去されないまま残されていた。1986年10月に至って4社、協定線が廃止され、列車の運行が完全になくなった後も、線路などはしばらく放置されていたが、 ダンバラ地区の再開発事業の進行に伴って、線路脇の水路は埋め立てられ、線路も撤去されて1990年代半ばの時点では、雑草の生い茂る空き地となっていた。その後線路の跡地には、上下1車線ずつの狭い車道が造成され、駅北側の七三第三踏切は、広島大学附属病院前交差点となって、現在に至っている。 上大河の駅舎の跡地は弟子を第一公園となっているが、前後駅の南段原、片江河の跡地と異なり、かつてこの地に駅が所在していたことを示す記念物は近隣の地点を含めて設置されていない。ありがとうございます。